2020年1月1日元旦の今午前7時10分ぐらいです。唐津の、日の出が7時24分頃だというので、7時頃家を出てきました。で、ここが我が家の高所という田んぼですね。田んぼだったところです。1、2、3枚あるんですよね。あ、2か4枚か。1、2、あそこに広長い狭いのもあるか。1、2、3、4枚か。はい、こんな感じです例年秋に草刈りしてるんですけど、今年はその土木作業員としてちょっと働いてたんで、秋に草刈り、あ、今年じゃない、去年か、草刈りできなかったんですね。で、ちょっと土木作業員はもう12月25日で辞めたんで、ちょっと時間ができるんで、ちょっと一回は買っとく必要があります。で、あの上の竹のところですね、あそこもちょっと地主さんの許可を得て切ることにしてます。竹炭、竹炭の原料にするためにですね、切っていいかということで言ったら、まあいいということで、はい、そこも全部切ろうと思ってます。そこも結構広いんですよね、向こうにと、そこの下もちょっとあるんですけど、そこの2枚ですね。はい、はい、そういうことで、そういう作業を、作業もあって、農作業は結構やれてない部分がいっぱいあるんですけど、まあそれもしょうがないですね。で、まだあと10分ぐらい日の出にはあるんで、ちょっと一応撮影は中断しておきます。はい、7時20分になりました。あと 4,5 分ありますけど、撮影を開始しました。藤原直也さんの今年の漢字は白だそうです。吐き出すの白ですね。嘔吐の吐ですね。まあいろいろ悪いものを吐き出してしまうような年になるということですねまあ売国奴やヒラメやダニたちをじゃんじゃん吐き出してしまわなければならないということのようですけど、はい、そうしないと新しい時代が始まらないと、この高所というところも 2,3 年前まで、稲を作ってる人がいたんですけども、誰も作る人間がいなくなりました。はい、現在の農業情勢では米を作っても引き合わないわけですよね。だからもうこういう耕作放棄地が増えてきているわけです。はい、で、政府の農業潰し政策で、こういう土地も荒れ化していたら税金を上げると、そういう文書も回ってきてました、我が家にも。はい、まあそっちはちょっと対象から外れてましたけど、まあ毎年1回切ってたっていうのを確認してたのかどうか知りませんけど、家の近くのとこですね、我が家の火山灰って呼んでるあそこがその対象になって文書が来てたみたいですけど、はい、自分たちが農業潰しの政策ばっかしやってることは棚にあげてまあそういうやつらばかりが今の世の中を動かしているということです。はい、
食料安全保障はまるでなしですからね、今の日本は。終戦直後のあの大変な食糧難の時代でも食料自給率が約 70% だったらしいんですよね。で、現状日本の食料自給率が 40% ですので、これが輸入がストップしたらどうなるか、本当にこれは大混乱になるはずですけど、はい、そういうことは全然お困りなしですね。条件の悪いイギリスですね。あそこでさえ食料自給率は 100% 以上あるそうです。はい、いろんな困難な時代を経てきたんで、結局やっぱり政治で食料自給率はちゃんとしておかなきゃいけないというようなことで、やってるからそういうことになってるんだと思いますけど、はい、日本は豊かな自然があって、食料自給率 100% にできるんですけど、すべて輸入すればいいじゃないかと。はバカだれと本当にそんなバカバカです。はい、おお、だいぶ明るくなってきましたね。もうすぐかな。あ、24分、確か24分ってネットには出てなかったかな。はい、はい、だいぶ明るくなってきました。もうすぐ顔を出すでしょう。そういえば今朝3時の放射線測定でも玄海原発から放射性廃棄物を放出してたみたいですね。風向きによって、ちょっと真っ赤っかにはなりませんでしたけど、まあそんなことばっかしやってるんですよ彼らは。はい、去年も初日の出を撮影に来たんですけど、去年はもう 雲がいっぱい出てて撮影はできませんでした。はい、で去年はちょっと私より先に若夫婦が登ってきてたんですけど、今年はいないようですね。
きましたね。見えてきましたね。もう半分ほど出ましたので、撮影はこのくらいにしておきます。まあ、今年が良い年になるように願って撮影は終わります。